はい、皆さんこんにちは。こんにちは。山本製作所のロッキー藤井と、はい、営業部の足狩です。ね、足狩さん、はい、ね、はい、普通に座っとったらいいよ。顔が大きいと言われまして、後ろに下がろうかなと思いました。はい。はい、今日はどんなタイトルですか？今日は自家製麺の方が成功しやすいのかっていう、なんか大事なテーマですね。うんうんうん、これね、結構ありますね。はい。非常にね、これ多くのお客さんが気がついてない。気がついてない、うん、気がついてない方は非常に多いですね。はい、本質ですね。うん、自家製麺はサブタイトルで人を育てる教育ツールだったということで、うん、この後深く、ね、自家製麺をね、はい、飛鳥さんもね、時々うどん売ってるでしょ。はい、うどん、うん、昨日も売ってました ね。で、1年間で、ね、はい、同じうどん作るとすると、はい、ね、同じ品質の高いクオリティのうどん作ると、はい、どうせんといかんですか？大変なので、毎日どれぐらい水分入れたかとか、うん、細かくチェックしていかないと難しいんじゃないですか？うん、毎日ね、要するに同じうどんを作ろうとすると、はい、同じことを毎日やったらできないですね。あ、できないですね。うん、ね、だから同じうどんを作ろうとすると毎日ね、変えていかないとできないね。そうね、これがね、人を育てる非常に重要なことなんですね。うん、例えばね、非常に仕事やっても楽なのは、はい、毎日ワンパターンでやったら楽ですよ。うん、まあ、それは楽ですね。うん、同じことを繰り返すと、うん、ね、ところがね、やはり毎日同じようにやったら同じにできんから、はい、同じうどん作ろうと思ったら毎日変えんといかん。変えないといかん。これね、結構頭使う。すごいですね。同じものを作るなら、うん、同じようにやってればできそうなのに、うん、うどんはできないですね。うん、これがね、人を育てるね、非常に重要なテーマ。はい、うん、ね、それからね、ビジネスの世界で大成功を目指してるあなたにお聞きします。はい、ビジネスが大成功するための究極の本質は何でしょうか？究極の本質、うん、ね、うん、ね、この答えはね、はい、無限にあるんです、ね、はいはいはい、ビジネスを成功するためにね、もう無限にあると思うんです。はい、簡単に答えることはできない、うん、ね、もしね、簡単に答えるとしたら、私はですね、はい、ビジネス大成功の究極の本質はリスクを犯すこと。リスクを犯すこと、うん、一見避けがちですけどね、うん、皆さん、うん、だいたいね、一般的にほらサラリーマンとかそういった仕事をしてると、はい、リスクを取らないというのが当たり前でしょ。そうですね、どっちかというとね、取らなかったり保険かけたりとか、うんうん、ね、リスクから逃れるというのがね、基本的な、ね、はい、みんなの心情でしょ。そうですね。ところがね、ビジネスやるということはリスクを犯すことなんです。サラリーマンの真逆をいく、うん、例えば、ね、脱サラしてビジネスね、メインビジネスやるというのはね、はい、リスクあるかないかと。リスクありますね。うん、ね、ということはもうビジネス始める時点でね、リスクを取ってるんです、はい、うん、そうですね、うん、普段我々はリスクを犯すことは悪いことであると、まあ、よく言われてますね。うん、ね、で、一般的にはできるだけリスクを犯さず安全な道をね、安全パイね、はい、しかしよく考えてみてください。はい、ね、我々人類の歴史はね、太古の昔にアフリカを脱出した我々の先祖から始まった、うん、知ってます？あんまり知らないで。アフリカから始まったんですね。アフリカから人類はね、アフリカが、うん、人類の、ね、はい、原点なんです。へ、うん、20年前にね、我々 の先祖がリスクを犯してアフリカを脱していなかったら今の我々はない。いや、確かに、うん、で、その後ね、ある先祖は、ね、はい、ユーラシア大陸をね、東へと、うん、さらにね、東の端まで来たら、その頃ね、うん、北米につながってたんです。あ、うん、ね、うん、北米に渡りね、さらに南下して南米まで行ったんです。うんうんうん、アフリカからぐるっと南米まで行ってね、はい、で、南米まで到着したね。で、現在アフリカで誕生した人類の祖先は世界中に行き渡っただけじゃない、これだけ文明を発達させて豊かな生活ができるような革命を起こし続けてるんです、うんうん、だから昔ね、人類が非常に少なかった時ね、はい、アフリカから始まった時ね、その頃は本当に、ね、うん、何万人ぐらいしかいなかった、人類全体でね、うん、それが今世界の人口は何人ですか？何人ですか？相当増えましたね、うん、最初の2万人から今80億人、うん、今ね、もう80億人超えてるんです、うんうん、で、まだどん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 増えていってるんですね、はい、で、これだけね、ね、
あの文明を発展させてきて豊かな生活ができるような革命を起こし続けて、ね、昔は冷暖房ない、うんうん、そうですね、うん、今ね夏は涼しく、ね、涼しいですね、うん、ここも、うん、冬は暖かく、うん、こんなができるもんね、もう本当に革命ですよ、うんうんね、これも大きなリスクを犯して後世に大きな財産を残してくれた、ねうん、我々の祖先の存在のおかげです。はい、同じように現代に生きる我々もリスクを負い新たな道を切り開いている、うん、最も分かりやすい例は、はい、テスラのイーロン・マスク。すごいチャレンジし続けてます ね、うん、ねで彼ほど現代の世界でリスクを犯し続けてる人間はいないんじゃないか、ねうん、テスラほどではないにしろトヨタはじめ日本の自動車メーカーが世界中で大成功したのはいずれもリスクから逃げないで多くリスクを取ったからに他にならない。所詮この世に生きていくだけでさまざまなリスクが存在する、はい、そのリスクをゼロにして生きてゼロにしてい くことはできない、うん、さらにビジネスを進めるとなるとそのリスクの大きさは比較にならない、はい、リスクを犯して利益を得るのが経済活動の本質である、ね、あるならば、はい、これが人生の本質だと言ってもいいかもしれない。リスクを犯すことが悪いんじゃなしに人類にとって必須なこと、うん、絶対必要なこと、必要なこと。そして今日はメンビジネスを志すあなたにとってとっても興味深いテーマを掘り下げていきます、はい、メンビジネスを始める場合メンの調達は必須です、うん、自分で作るか仕入れるか2つの選択肢が常に、ね、ありますね。そうですね。要するに自家製麺と仕入れ麺の選択肢があり、この2つの違い、自家製麺の本質からどうしたら自家製麺の方が成功しやすいのかを徹底的にご説明いたします、うんうん、その前に最近の綿ビジネス事例でリスクを取って実現自家製麺で大成功したのはもう丸亀製麺、これも皆さん、ね、よく分かってます ね売ってますねお店で、うんうん、それとついでにね、はい、今日はね実は今日ね、うんうん、あの時間を、ねはい国の上げてもらったのはね、いつもスタート早いですね。なぜかというと、はい、明日ねフォーマで私がねセミナーやるんです。フーマの展示会で東京にこの後行かれるという、うんうんうんはい、でなんとね先ほど聞いたら、うんあのもう展示会をねあの会場で聞く人が先ほどの時点で53名、はいはいうん、それでアーカイブでね、はいはい、聞く人が160名か何十分、ね、ぐらいも集まってるらしいです。増えましたね、うん、だから今回の、ね、テーマも本当に面白い、うんうん、明日の話ね、はいうん、これホームページからも入れますから、はいはい、また興味ある方はぜひ聞いてほしい。まだ聞けるんですね。チャンスがあるので、うん、ぜひぜひ、はい、じゃあね、自家製麺と仕入れ麺ね、はい、どちらをこう選ぶかによってね、うんということでこのテーマでね、はい、2月12日の私のメルマガ自家製麺と仕入れ麺の本数、うん、これね詳しく書いてます。ありましたね、うん、でこれこの時のね、うん、あのセミナーやったでしょ、はいはい、その時のセミナーの視聴率が過去最高だった、うん、あ過去最高だったんですか、うんうんうん、あそうではないあのメルマガの開封率が、うん、開封率が、うん、これ過去最高のねだから非常にねこれ面白い内容です。皆さん気になってるんですね、うん、やはり、うんうんうん、で一般的に言われてる仕入れ麺と、ね、自家製麺の違い書きの通り、はい、まあこれはね当たり前のことだから、ねうんうん、メリットデメリット、はい、こんなのはもうちょっと飛ばしていきましょう。飛ばしていきます。時間がもったいないから、はい、あの読んでいただいて、うん、後ほど、うんでデメリット一般的な仕入れ麺のデメリットね、はい、で自家製麺のメリットデメリット、うんうんうん、製麺機による自家製麺のメリット、はいまあ、こんなのもねもうそんな当たり前だからそうですね、はい、割と、はいうんね以上よりね明確な通り自家製麺と仕入れ麺のどちらに大きなリスクがあるかというのは明白です、うんね、高価な製麺機を購入して麺ビジネスを起こすのとできるだけねリスクを取らないでビジネスを起こすのに、はい、ビジネスに対する心構えが違ってくる。リスクをしっかり取ると簡単に逃げることはできない、はい、例えばねよく私言うんです、うん、面学校の、ね、稽古部でね、はい、若い人が起業する場合にね、うん、結婚してから起業をお勧めします。結婚してからまず結婚を、うん、結婚して私もね、うん、自分で起業を始める時にね、はいうんうん、さっき結婚した結婚した、うん、おいくつで結婚されたんですか。25。あ、25で結婚されて、うん、27で会見起業した。起業した、うんうん、自分もそうだった、うんうん、でね起業してからね、はい、この
ね、うまくいったら結婚しようと成功したら結婚しようと、うん、あのというのはね、あのうまくいかなかったらほら、はい、家族路頭に、まあ、まあ、そうそうですね、うん、そういうふうな人がものすごい多い優しさなのですかね、うんうん、はい、で私はもうそうじゃなしにね、結婚してから起業した、うん、でもみんなにお勧めしてる、はい、で結婚して家族いるのと独身の場合ではね、負う責任の重さが違う、確かに一人じゃないですもんね、うん、もう起業されたお子さんいらっしゃったんですか、うん、いません、あもういて、まさき生まれてた、生まれてたんですね、うん、じゃもうだって25歳で結婚して26で、はい、もう生まれてて、生まれてた、あじゃあなおさら責任感というか責任が重い時に、うん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 、それでね、もうほら家内の方の方は、うん、あの一人娘でお母さん一人だったから、ね、うんうんうん、そのお母さんの方もね、当然将来見ないといかんというのは分かっとるから、もう責任はね同じどんどん増えてくる、すごい時に開業、ね、うん、だから責任が大きければ大きいほどね、はい、どんな時苦しい時もねギブアップできない、ね、ま、守らんといかん人が多ければ多いほど ね、うん、ね、だから今はね、私ももうほらあのヤマトの社員がこの間全部計算したらね、うんうん、国内開業合わせて全部で105名だった、105名、うん、で家族とかね、みんな入れたら相当な数、はいはい、そうですね、それと同時に過去当社の機械買ってくれたお客さんが、ね、はいはいはい、もう何千人、ね、うん、といる、あるいは何万人といる、ね、うん、そういうふうなことを考えたらね、むちゃくちゃ責任が大きい、そうですね、うん、ね、だから、ね、それだけに変なこと絶対できない、うん、うん、だから、ね、一般的に言われていることは以上ですが、私最近以上の項目にない、はい、もっと、ね、重要で深い事実に気づいた、うん、自家製麺と入れ麺の本当の違いを、ね、はい、ね、今からご紹介していきます、はい、製麺機は人類の進化の結果、ね、生まれた優れたテクノロジーの産物、うん、製麺機が誕生したのは、ね、はい、いつか知ってます、なんか意外と戦前からあったんですか、うん、あります、 あります、うん、明治の中に、ね、発明されたの、早いですね、日本で、ね、初めて精密機が発明されてね、うんうん、たのが140年前、ちょうど140年前、九州の、ね、うんうん、正樹さんという方発明して、うん、でその精密機のおかげでね、はい、例えばラーメンだったら4000年前に中国でね、うんうん、からスタートしてるんだけど、はい、160年前に中国から日本に伝わってきたラーメンがね、うんうん、日本のラーメンがグローバルフードになった、うん、ね、この大きな原因の一つが製麺機、製麺機がなければ、ね、もう製麺機がなかったら日本のラーメン世界に広まってない可能性がある、うんうん、手打ちじゃ限界がありますもんね、うんうん、ね、製麺機は人類の進化の結果生まれた優れたテクノロジーね、テクノロジーとは人間の機能の拡張、拡張、うん、人間の機能、はい、だから製麺機ほらこの間、うん、うどんね、あのほら手打ちでやったやつ食べたでしょ、はい、昨日されてました ね、 ね、うん、ね、ね、食べたじゃない、食べました、ね、美味しかったです、ね、美味しかったでしょ、美味しかったです、うん、ね、だからね、製麺機というのは手の機能の拡張、あ、うん、ミキシングも手の動きを再現したりとか、うん、そうそう、ロールもカットも、うん、ね、うん、人間のね機能の拡張、うんうん、で同時にそれはね人間の教育につながってる、教育につながっている、うん、人間の、ね、うん、機能の手なんかでもね、はい、要するにこれほら手で目打ちとかなんかでもね、これ教育に全部つながってる、うん、どういうことですか、うん、教育につながってるって、うんうん、だってほら手打ちだってほら、ね、はい、みんなそれぞれ達人から教えてもらったりとか、ね、うんうんうん、これ全部教育システムがあってね、あのそういったのが成り立ってる、そうね、独学じゃないですもんね、うん、で洗面器だってね、取り扱いとかそれをきちっと、うん、教えてもらって、ね、うん、あの理解せんと美味しい麺できない、そうですね、最初に製麺指導ありますね、うんうん、で熱心なお客さんは自分独自で研究してね、うん、製麺機を自分で改造したりとかいろんなことをやってね、さらに美味しい麺作ることを熱心にやってる人いますね、うん、うん、はい、では次ですね、はい、麺ビジネスの本質は麺、スープ、トッピングなどのバランスの取れた品質で勝負、バランスの取れた品質、うん、はい、麺ビジネスの本質の理解はどのようなお客様、ね、うん、誰が、ね、誰が何のために来店することを理解する、うん、ね、どこにも負けない高品質は絶対必要、はい、ね、私は創業当初より、ね、麺の品質の研究を続けてきた、
学術的な研究を深めてきています。今もねずっとほら今主任研究員の上野さんがね、はいはい、一生懸命ね研究やってくれて今も新しいことはどんどん分かっていってますね。すごい、うんうんね、そして麺だけじゃなしにね関連する出汁スープトッピングの品質さらに美味しいだけじゃない、はい、健康にいいことも重要、うん、例えば当社の麺学校では無添加無課長デジタルクッキング、はい、無課長が非常に難しいラーメンでもね20年間無課長無添加で指導している、うん、また麺の本質は食感の違い、はい、製麺機の本質は食感創造マシン、食感創造マシン、うん、はい、食感をね作り出すマシンです、うんうん、まずうどんの場合はね小麦粉の原子作品、はい、うん、この間申し上げました ね、うん、これ手打ちのうどん食べてね、はい、あれどうですか、あのね単純な小麦粉があんな食感になるというのは想像できますか。想像できない、あんなもちもちになるなんて、あんなパサパサの小麦粉がって感じでしたね、うんうんうん、美味しかったです。まさにねあのうどんこそ小麦粉の芸術作品じゃないですか、うん、芸術作品素晴らしい一品です、うんね、何の変哲もないね、はい、無味無臭の単純な小麦粉と単純なわずかの材料だけで作られた不思議な食べ物が、うん、はい、材料からは想像もできないようなこんな豊かな食感を作り出す、うん、いや材料は非常に単純ですがその分製法は非常に複雑、はいはい、これどう、ね、材料単純よ、塩と水とお酢入れたり、うん、小麦粉と、うん、ところが製法は製法大変ですね、うん、2時間熟成させたりとか、うんうんうん、ね、熟成することによって何が変わってくるかと、はい、何が変わってくるかというと脱皮作用だとか水和とかいろいろありますけど、うんうん、グルテン緩和したり、うん、一番大きなのはね酵素の働き、タンパク分解酵素、うんうん、はい、ね、酵素の働きで、あの熟成と似た、ね、うんうん、食品の改良する方法として日本か、はい、日本で昔からやられておったのが発酵、うんうん、あ、こうも同じような感じなんですね、うんうん、ね、味噌醤油とかね、うんうんうん、ああいった発酵食品は全部ね、はい、発酵という工程で味を激変させるでしょ、うん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 、材料ね、これも同じで単純な材料からね、はい、味を激変させる、うん、ね、だから日本の古来の伝統文化ね、伝統食品は全てね、うん、この発酵と熟成という工程をまあ活用してる、うん、特に麺の場合は発酵じゃないからね、そうですね、酵素の働きによる熟成というのをうまく活用したんだ、うんうん、あれであんな美味しくなるんですね、うん、でね、次にうどんの食感の構成要素、はい、うん、材料の小麦粉、塩、酢、水、ね、うんうん、製造の工程である、ね、練り工程、大熟成、ね、まあいろいろあります、ありますね、それから釜揚げようなゆでただけ、かけうどんのような水洗いしたやつとか、ね、うん、こういろいろあります、ね、茹で方で全然違いますね、うん、こういうふうな、ね、あの構成要素、はい、うん、だから麺ビジネスの本質は食感の差別化ですか、以上のようなさまざまな要素の組み合わせで、あなた独自の、うん、あなた、私が言いたいのはね、はい、あなた独自の食感を作り出すこと、独自の食感、うん、よその店のマネじゃなし、あなた独自のね、うん、最高の食感作り出す、うん、うん、はい、じゃあ、はい、うん、これはね、はい、まあ、以前からよく当社使ってるね、食感、要するにうどんの食感というのは硬いか柔らかいか、はい、脆いか粘り強いか、うんうんうん、当然粘り強い方向、うん、でサルブドーンというのがあのあたりね、上ですね、硬い、うん、右上の、うん、あるよりもっと硬いのもある、はい、ね、というで、この食感作り出す要素はね、タンパクとデンプンです。はい。タンパク質とデンプンです。うんうんうん。うん。小麦粉のタンパク質が硬さ、はい、で、デンプンが粘り強さ。はい。この2つの合わさった力。うんうんうん。だからここで重要なのはね、はい、麺の組織を破壊しないような製法でやらないと美味しさ出ない。そうですね。うんうん。昨日もすごいゆっくりゆっくり伸ばしてましたけど、あれを急に機械でバーンって薄くしちゃうと壊れて美味しくなくなってしまう、うん、そう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 、ね、ちょっとずつちょっとずつ伸ばす、だって綿棒で伸ばすの知れてるじゃない、全然伸びませんでしたね、うん、で特にね、分厚いところから薄くするのがね、うんうん、最初の厚さをある程度の薄さまでするのが大変で、はい、ある程度の薄さになったらあと簡単な、手でも楽に伸びたね、最初が大変、うんうん、だからそれをね、機械にで伸ばす時も全く同じで、はい、最初に一気にやったらダメ、うん、段階踏んでちょっとずつ伸ばしますもんね、うんうん、機械は力強いから一気に伸びるけどね、それやったらね、うん、組織が壊れてしまう、壊れてしまう、良くない、次にですね、麺、はい、ビジネスの可能性は製麺機が作り出す、
さっきもおっしゃってたやつですね、うんうん、製麺機が麺ビジネスにイノベーションを起こしたんです、うん、要するにラーメンの歴史でも触れてるように長い歴史を持つ中国のラーメンではなく、はい、日本のラーメンたかだか160年の歴史しかないね、うん、日本のラーメンが世界中に広まるようになったきっかけがね、はい、日本で起きた2つのイノベーションなんです。イノベーション2つもあったんですね、うん、要するにね私は今までグローバルフードの寿司なんかもね、うん、そうだけど寿司は日本じゃないしアメリカで、はい、カリフォルニアでイノベーションを起こした、うん、カリフォルニアロールになって、うんうん、海苔を内巻きしてね、うん、外国人がでも食べれるようなあの色にして、ね、外国人黒い色は食べないねあ黒い海苔が外にあると、うんうんうん、だからそれを内巻きにしてね、はい、外国人でも気持ちよく食べれるような、ね、色にしたから世界中に広まったんですね、うん、これもイノベーションすごい斬新な発想ですね、うんうん、でだから、ね、2つのイノベーション、はい、1つが元だれの発明、うんね、元だれの発明元だれ中国のラーメンにはね中国のラーメンでもだけじゃなしにね、うん、世界の食べ物にはね元だれみたいな、ねうん、ああいうふうな何て言うかな何でしょう返しみたいなのが、ね、元だれのような調味料あれ特殊な調味料ね元だれというのは特殊な調味料、うんうん、寝かした、はい、ああいうふうなものを活用する料理方法というのは世界的にはもうほとんどないんです。ない。うん、珍しいんですね。うん、なぜね元だれがあんなにいいか分かります？なんでいいか？うん、完成のタイミングがとかですか？なんでですか？元だれをねああいうふうにして調理するとね、うん、もし元だれをやらないとするとね、うん、日本のラーメンで元だれを使ってないラーメンが一箇所だけあるの。なんだろうね飛騨の高山ラーメン高山ラーメンってどんなのでしたっけ、うんね、朝ねスープを炊くでしょ、はい、鶏でね、うん、炊いたら、はい、それに醤油で味付けしてね、うん、一日中そのスープを使うへえ味変わりそうですねうんねか思うでしょ、うん、あの作った時の味とだん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 ね馴染んできた味が当然変わってくるはい、うん、それをなくするのが元だれなるほど、うん、ブレが少ないってことですか、うんね、だから、ね、元だれと香味油と、ねうん、スープが交わった時の鮮烈な味、うん、その瞬間の、うんはい、鮮烈な味それを楽しむのがね、うん、ラーメンの、ね、の特徴、特徴、うん、でだんだんね当然食べてるうちにね味が馴染んできてね、うん、いろんな味に、ね、なって味変を楽しめる、うん、美味しいです、うんというようなことでこれもね、はい、イノベーションイノベーションの一つ、うん、で製麺機の発明もイノベーションはい、はい、この二つがあって、うん、日本のラーメンが、うん、先ほど言ったようにテクノロジーとは人間の機能の拡張、はいうんうん、そもそもテクノロジーは何ため生まれたのか、ね、石器に始まるインターネットに至るまでね、はい、石器もイノベーションよ石器もイノベーション、うん、石器どんなものがあったかいと、はい包丁だったりなんか打撃する武器だったり、うんうんうん、包丁もあったでしょ、はい、全部ね最初のテクノロジーが石器、うん、それがいろんなものにほらどんどん進化していって、はいはいうん、拡張していったんですね、うん、で綿棒もできたしね、うん、それから今だったらインターネット至るまでね全てのテクノロジーは何らかの形で人間の持つ機能を活用うんうんうんね、斧や弓が手の持つ機能をそのまま活したのもイメージしやすい、はい、文字や書籍は飼って、ね、人の体内の脳内で関係した情報を物体に記録し他の個体にも共有可能にしたという意味で人間の頭脳の拡張、ね、文字や書籍をねね、人間の、ね、頭脳の拡張だと思ってる人はどんぐらいいるかいとなかなかその意識はないですね、うんうん、でそれがね今は非常にそれが進化したのがこの PC、うん、これも頭脳のね拡張拡張だって頭の中で覚えきれないこと全部これ入るよそうですね覚えてくれますね、うん、で一旦入力したらね、うん、いくらでもほら使い回しが可能うん、うん、忘れないし、うん、すぐ検索できるし、うん
だから料理の世界でね、うん、使い回しはダメだけどね、はい、知ってる？料理の世界の使い回し。使い回しのどういうことですか？料理の世界で以前ね、うん、ある有名な料亭がね、はいはい、お客さんが食べないで帰ってくるやつあるやん、それを次のお客さんに出したの、はいはい、やだ、嫌ですね、うん、それ使い回しね、それが使い回し、ね、良くないね、それは良くないです、うん、ダメです、ねうん、だけどこれね、私もねこのほら、うん、PC 使ってね、はいはい、知識の使い回し相当やってるよ。何に使ってるんですか？うん、それはあのほらいろんな今ねあのメルマー書くんだってこの全 PC で、はいはい、過去のほら打ち込んでる情報全部使い回しして、使い回しして、うんうん、ブラッシュアップして、うんね、そっちの使い回しは構わないね、はい、料理はダメですが、うんうん、料理はダメだけどね、はい、うん、困りました。テクノロジーは常にね人類の能力を拡張し、一答えだけはできないことを実現可能した、うんね、一人の人間ではできないことをもう全部可能してきた、はい、テクノロジーの規模が大きくなりそのメカニズムが複雑になりにつれて何を拡張していくかは実感しづらくなりますが、その本質は変わらない。蒸気や電力は人間の手足の動力そのものを何万倍にも拡張させたテクノロジー。蒸気機関車をもし人力で動かそうとしたらどれぐらいの人が必要になるか想像すらできない。できないです、ね、これはちょっとできないよね、うんうん、同様に掃除機や、ね、洗濯機一つとってもね電力ゼロで人間の動力だけに頼るなら私たちの生活は成り立たない、うん、一方でコンピューターやインターネットは、ね、電力や蒸気とは根本的に全く違う方向に人間の機能を拡張するテクノロジーね、その本質は知性の拡張。知性の拡張、うん、特に最近ほら AI がこれだけどんどん進化してね、はいはい、でもう人間の代わりができるというふうになってきてるじゃん、AI によって、うん、そうですね、うん、だから人間がねの力というのはね、例えば肉体労働ね、はい、肉体労働でね人間働くでしょ、うん、はい、ね、それからその次は肉体労働の次は知性労働。ん？あんたはずっと会社でうちの会社で肉体労働してます？してないですね、うん。どんな労働してます？どんな労働してます？頭を使って使い切れてないですけど。うんうんうん、はい、ね。要するにあなたはね知識労働者。知識労働者。肉体労働者ではないね。あなたは肉体労働。うん、さあではないですよ。ではないですね。だから知識労働者。人間はその二分されるんですか？他にもありますか？うん、もう一つある。もう一つある。うん。何だと思う？何ですか？これがね、AI にとって変われないやつ。変われない、ね。だから知識労働はね、AI に簡単に取って代われるんだ、うんうん、ね。ね。ところがね、もう一つAI が取って代わらないやつ、人間しかできないやつ、これが値打ちがある。人間しかできないやつ、うん、なんだろう、統制者、うん、人の リーダーシップとか、なんでしょう、うん、例えばね、はい、医者と患者が向き合うでしょ、はいはい、で医者がね、もう笑顔でね、うんうん、安心さ、患者を安心させるね、うん、対応する医者とね、はいはい、ね、医者がもうほら苦虫噛みつぶしたような、ね、うん、顔してる医者、あるいはもう常に心配ばっかりしてる医者、はい、そんな医者にかかったらどう？ちょっと不安になるというか、ね、うんうん、ね、だから医者の労働というのは感情労働。感情労働、うん、うん、ね、感情、ね、お客さんの心を、ね、どうでもできる感情で、うんうんうん、それに近いものがね、あのレストランのウェイターとかウェイターです、はい、お客さんと接する人も感情労働、はいはいはい、これは人間には AI に変われない。変われないですね、うん、というのは相手が何言うかわからない、うーん、想像できんことを言ったりしたりするキャッチボールが、うん、だから感情労働ね、だからそういうふうな、ね、だから人間が持つスキルを、ね、うん、その変えれないやつが一つだけ、スキルの価値じゃない、この感情労働、はい、というのがね、だからこれからね、我々も、ね、その感情労働というのはね、うん、もう誰、人間である限りどんな職業をしておってでもね、もう欠かせない。
そうですね、うん、それだけは、うん、常にね、お客さんと対応する、あるいは家族と対応する、うん、家族をいい気持ちにさせたりね、はいはい、家族をハッピーにさせたりとか、うん、それも感情労働。そうですね、 AI にね、うん、共感されてもちょっとってなりますね、うんうんうん、で、それじゃあね、次にね、はい、うどん店ビジネスは手打ち式製麺機の発明ね、うんうん、進化が日本のうどん業界の進化とグローバル化を進めていますと、はい、例えば丸亀製麺の場合、新内自体でプロの職人7人分の仕事をこなす。すごい、うどん用の製麺機1台で7人分、1台ね、だってそうじゃない。そうですね、うん、1日2000食手じゃ本当に限界ありますね。あの、ね、伸ばすのやったらね、いかに伸び抜くかよう分かったでしょ。本当に機械楽です、うん、本当に製麺機すごいです、うん、って思いました、昨日、うん、手打ちして、ね、機械を上手に使う人は手打ち理解してる人ほど上手に使う、はい、うん、まあ、原理がありますもんね、うん、原理が分かってるからね、うん、それからね、次にそば店ビジネスね、はい、手打ちのプロしかできなかった10割そば、うん、単なる10割そばでもなし、粗挽き粉を使った10割そばが機械でできるようになった、はい、レベルの高いのが機械で、うんうん、で、食ビジネスの進化あってもそれを支えるハードウェアの進化が支えている、うん、手作りと変わらない美味しさと生産性の向上、はい、この間ほら、あのそばの会で、はいはい、年末2500食、ね、作るのに10人あの職人呼んでたけど、これが、ねはいはい、1台購入したら、バンド太郎プラスを購入したらもういらない、いら、うん、10人の職人さんが、うんうん、いらなくなった、うん、面白いですね、うん、実はです、うんね、これらが麺ビジネスを受ける製麺機の役割、はい、もし製麺機が存在しなかったら日本のラーメンはグローバルフードになってないかもしれなかった、うんね、で次が本番、本番、うん、製麺機の本質は従業員教育のツール、うん、従業員教育ツール、ね、最近ね、麺学校の経営講義に参加していると多くの生産家の要望があります、はい、はいはい、うん、人材を育成する方法を教えてほしいという要望が多い、うん、多くの麺ビジネスのオーナーは人材育成で非常に困っている事例が多い、うん、私は製麺機ビジネスを通して面白い発見した、はい、それは製麺機は人を育てるということ、製麺機は人材育成マシンだということ、うどんそばラーメンに共通して言えることは、うん、材料は非常に単純ですが製法は非常に複雑、はい、この3種類の麺類のうち最も材料が単純なのがうどん、次がそば、はい、次がラーメン、うんうんうん、最近ではラーメンの小麦粉のブレンドに非常に複雑にブレンドしてこだわる人が増えている、うん、結構何種類も純強力粉を入れたり中力粉を混ぜたり、ね、全粒粉入れたりとかしてますね、皆さんね、うん、非常に多いでしょ、大変だと思います、うん、でここでうどん、そば、ラーメンの、ね、材料と製法の関係、はい、うんうん、うどんは材料が一番単純、そば中間、ね、うん、ラーメン複雑、はい、製法は、ね、どっちがラーメンが一番単純、うんうんうん、通常のロール式麺機だったらラーメンが一番単純じゃない、そうですね、うん、ただラーメンも手打ち式のだとちょっと複雑になってくる、ね、うん、超高水になると、うん、以上のように材料が単純なほど、ね、製法が複雑、材料が複雑なほど製法が単純、うんうんうん、ね、例えばご飯炊くのを、ね、はい、考えてみな、はいはい、ご飯を炊く、ね、ご飯、ね、うん、米のほら 米と水だけ用意したらいいんじゃない、そうです ね、 ね、材料は、材料はシンプル、シンプル、うん、米と水、うん、製法は、製法はシンプル炊くだけ、火にかけるだけ、うんうん、いやでも火加減とかありますね、うん、ただ今のほら塩分炊きとかありますね、炊飯器の、うん、あれですね、炊飯器買ったらね、あのピッてするだけですね、ピッと押すだけ、簡単に、簡単ですよ、うん、簡単 ね、はい、ね、ところがね、米なんかはね、どちらかというと、うん、材料結構こだわったりね、そちらの方で材料の方が最近ね、うん、ちょっと複雑になってた、ね、へー、うん、はい、ではね、私もね、これ人材育成マシンに気がついたのはね、うどん業界でトップに上り詰めた丸亀製麺を見ていて気がついた、あ、はい、なるほど、うん、丸亀製麺は全店で製麺機を置いてね、うん、実演地下製麺大成功したビジネスモデル、うん、国内だけで800店以上、はい、うどん業界のガリバー、うん、
800点ってすごいよ。すごいですね。もう絶対いろんなところにありますもんね。でね、全店で精米機を置いてね、で実演自家製麺を行うという発想は過去の外食経営者は全く考えなかったアイディア。今となってはね、丸亀さんがしてるから当たり前かなと思いますけど、過去はね、全く考はい、えなかった。大変ですもんね。ね、外食企業の常識では遅延理論という概念がありね、多店舗展開の場合、店内作業できるだけ軽く。これの一番事例は、店内作業も一番軽くしてるのは、一番軽くしてるのは、うどん店でですか？いや、じゃなくて、外食で、ファミリーレストランとかですか？ファミレスのサイゼリア。サイゼリア、あ包丁ない知ってる？ おっしゃってましたね、前。信じられないですけど。でね、厨房の中一人でやっと知ってる？やはり一人なんですか？もう一人。大変ですね。でも料理出てくるの早いですよ。だって調理ほとんどしてるもほとんど調理済みで。そうなんだ。ん。だって包丁使うも使わんから。ん。斬新なあモんたデル家でもちゃんとそれやってんじゃないの？え、あんまり、家は大丈夫？絵はまあまあ大丈夫ってことにしましょう。はい。ファミレスが一番、あれですね。あんた家でちゃんとね、料理してたらね、家では包丁あります？包丁はあります。ああ、はい。上等、素晴らしい。素晴らしく、一家に一本ありますよね。いや、今ね、ない家があるの。あ、そうなんですか。まあ、キッチンバサミでね、済んだりもしますし、中食もだいぶ進化してますからね。だからこの辺ね、さっきちょっと話したからね、あんまりこの辺、ダブの時間ロスになるから、ちょっとね、やめといてね。要するにね、この丸亀製麺だけの話もなしにね、当社の営業員を見てもね、製麺のプロになるほど素晴らしい成果上げてる。これどうですか、うちの社内。確かに東京のね、支店長さんとか、支店長さん、ね、東京のモーさんモーとかさんとね、か、大阪のほら、大阪さんとか大阪さも、んなんかね、プロですね。ね、素晴らしい成果上げてるでしょ。はい。で、同時にね、サインを、ね、サインに負荷かける企業ほど成功する。負これ荷かどうでけすて、か。そうですね。どこまで負荷をかけて、なんか負荷かけて潰れないかなとかってならないですか？どうあの見ね、極めるんうですどんのか？生地と一緒。うどんだけじゃうないでしどんのょ生地と一緒でね、あう。はれい。もほら、鍛えすぎたらどうなります？壊れますね、グルテン。ね、壊れるね。だから壊れない、ちょうどいい程度に負荷かける。これがね、非常に 大事。難しい采配をされてるんですね。なるほということでね、ど。はい。こういうふうなね、ことで、はい。製麺機でね、やっていくこと。でね、製麺で自家製麺するでしょ。はい。で、今回も麺打ちやったでしょ。はいはい。で、今回麺打ちやって、何を一番気がつきました？何を一番、なんか、美味しいですけど、全然量が作れないなと思いました。生産性が。生産性ね、手打ちだったら生産性上がらない。上がらない。ね、それからもう一つ分かったのがね、麺、せっかく麺打ちやってもね、置いて、時間置いてやったら、ね、生地がこう、ほら、だれてきて垂れてね、きますね。麺質が落ちるでしょ。はい。ね、こういったのが今回よく分かったでしょ。だからね、打ち立て。打ち立てをすぐ茹でる。打ち立てをすぐ茹でる。これがね、非常に大事。それも手打ちとかでしてるとなかなか大変ですね。もね。う。だから、手打ちなんか昔やってる店はね、どういうことやってるか、手打ちをね、打ち台でこうあってね、そこで手打ちでどんどんやってね、横に釜があって打ったやつをどんどんほら掘り込む。すごい。今やって丸亀製麺がそれ。ああ、そういうレイアウトなんですね。そういった例をと。ね、だから丸亀製麺は必ず打ち立て。ところがね、一番問題はね、ほとんどのうどん店がね、人手が足りないからね、朝打ってね、昼、午前中に出すやつは朝打って、それをずっと使う。そしたらどうなるかいいと。品質差が出ますね。ね、せっかくね、自家製麺で打ったってずっと置きっぱなしだったら品質が落ちるでし落ちょ。ますね。美味しいのせっかく作っても。そこでね、はい。
今日は、ね、今日は、今日は、ね、はい、特別にね、はいはい、また三章の大賀さんが参上です、はい、お邪魔します。こんにちは、三章の大林です。よろしくお願いします。ちょっとお邪魔しますね。今日どんなセミナーやってとか知ってます？今日はどんなセミナーですかね。あの自家製麺の店の方が成功しやすいというセミナーやってた。 あれ出番がなかったですかね。大賀さん今日ここに来たら まずかったんじゃないの。まずかった、どうしようかな。じゃあ、どうですかね、ということでね、はい、今日はせっかくね、まあ来たもんだからね、三社のうどんの、ね、ちょっと言わせていただいてもいいですかね、はい、今ね、あの今回も、ね、うちの社員の人たちに手打ち、ね、皆さんやってもらった。そうですね、ここ数日皆さん、うん、ね、大川さんも食べたでしょ、うん、いただきました。美味しかったですね、打ちたてはね、でね、うどんの場合はね、非常に大事なね、これほとんどの方が気がついてないけど、むちゃくちゃ重要なテーマ、はい、打ちたてが最高に美味しい。美味しいですね、打ちたてが最高に美味しい、ね、で山椒のうどんがなんで美味しいかいとね、はい、うん、打ちたて、製法はね、大和の製法で非常にこだわったやつ、ね、うん、はい、やってますね。で、山椒のうどんは、ね、うん、あの業務用で冷凍生麺と、ね、うん、半生と両方ありますね、はい、うん、で冷凍生麺はね、これは半生ですね、はい、で冷凍生麺は売って即ね、凍結、うん、そうですね、急速凍結やってるでしょ、はい、だからね、だれない前にね凍結するから、ね、はい、だから山椒のうどんが美味しい理由は、ね、ね、麺を売ったら即凍結、はい、ところがね、うどん店できない、それ、できないですね、なかなか。うどん店はね、凍結することなんか普通やらない、ね、そうですね、そのまま使いますね、で売ってね、麺を売ってね、はい、あのくっつかないように打ち粉十分してね、それで、ね、例えば朝、ね、朝早く打って、はい、それ昼間のやつ全部売っといて、午前中の、ね、昼間の営業全部それでやってしまう、そしたらね、最初の方はいいかもわからんけど、そのうちだん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 慣れてきてね、そうですね、麺の美味しさがもう非常に下がってしまう、変わってきてしまうですね、で最近ね、山椒も、ね、はい、この非常に面白いことが分かったですね、この半生麺もね、あの時間が経ったらね、そうですね、打ちたての麺、出来たての麺を食べるのと、まあ、賞味期限ですね、60日経った後で比べるのと、麺の柔らかさが違いましたね。あの最初のね、スタートの時にの麺のね、両メーターという機械で測定したらね、例えば3キロとするとね、力が3キロ力が出てますと、それがね、3ヶ月経ったらね、2ヶ月かな、2ヶ月経ったらね、それが2キロまでね、はい、あのだいたい7割方ぐらいまでに折ってしまうと、こういうことが分かりました。そうですね、だから打ち立てがいかに大切かいうのがですね、改めてよく分かりました。そば、はい、なんかは昔からね、引き立て、打ち立て、茹でたて、ね、こう三立てというね、そば、を美味しく食べるためには三立てというのをいつも言ってるんですね、はい、ところがうどんもね、こんなにね、あの三立てが大事だとは思ってなかった、そうですね、食べた時の食感とかみずみずしさがやっぱり全然違いますよね、ね、これはもう驚いたですね、はい、ということでね、今日はね、あのせっかくね、大和の方でね、はい、自家製麺で麺作りましょうと言ったんで、ね、そうですね、あ、業務用は別にしてね、はい、山椒の方のお土産麺ちょっと、ね、はい、今日は、ね、紹介しますね、はい、今日は山椒は、先ほど見ていただいたこの半生麺をこういった形で、店舗でお土産用の麺としても取り扱っていただけるように、作っております。例えば、まあ、こういうシールを貼ってみるとか、こういう箱に入れるとか、まあ、ちょっと贈答用ですね。で簡易的にこういったこう掛け紙をかけた形でお店の PR をしながらお客様に、購入していただくという形ですね。
で山椒の葉生麺は先ほどもお伝えしたように、あの打ち立ての麺をあの乾燥工程にすぐかけてお届けしているので、あの他社様の麺と比べて麺の中に入っている最終のもう含水量の量が全然違うんですよね。なのでお店で買ってお家で茹でていただいてもみずみずしい特別な、あの美味しいお土産麺になるので、ぜひあのお客様にあの客単価を上げるためのアイテムとして取り入れていただきたいなと思います。で、こういうパッケージとかも山椒ではあのデザイナーおりまして、あの一から全てフォローしておりますので、パッケージから麺から全て、お声掛けいただくとできるような形になってますので、お気軽にお問い合わせいただいたらと思います。であのご希望の方には、じゃあ山椒の麺どんなクオリティなのっていうことで、サンプル麺もお届けすることができるので、ぜひ食べてみていただいて、美味しさを確認してほしいなと思ってます、はい。実は今日ね、あの山椒の方の会議ね、やっててね、はい、大林さんから面白い話聞いたんです、実は大和のね、はい、もう長らくもう何十年前からの、製麺機のお客さん、うどん店です、ね、これ4店舗ほどね経営してる、結構地方ではしっかりした、ね、うどん屋さんですね、でこの方が最近もう人手が足りないと、もう人手がとにかく足りないと、ね、あの自家製麺したいんだけど人手が足りなくてできないと、あるいは、ね、トータルコストを考えたら、ね、はい、今人手の集めるも大変で給料もどんどん上がっていってるから、トータルコストを考えたら、ね、どちらが安いかわからんというようなことでね、実はこの間ね、山椒の業務用うどんの玉鋼というね、今度新しい業務用うどんを取り寄せていただいたらね、はい、あの向こうの社長がびっくりしたんです。そうなんですよ ね、ちょっとそれ説明してあげてくれます、はい、自家製麺を常々されている方なので、麺の良し悪しはもちろん分かってらっしゃる方なんですけど、玉鋼という山椒の、開発して、1年2年経つぐらい あのプレミアムラインのとても高級ラインのおうどんがあるんですけれども、これをお試しいただきました。玉鋼という商品は、まず食感ですね、あの噛み締めた時に奥歯でこう押し返すようなムチッとした食感と、あと洗った後のそのツヤツヤしたその輝きといいますかが、通常のラインと比べると別格なんですけれども、それを実際食べていただいて、これだったら仕入れ面で十分通用するということで言っていただいてます。やっぱりその出来たてをお送りしているのと、やっぱりその自家製麺と変わらない以上のクオリティをまたお届けすることができるように、なっていってるのかなと思いますね。ね、だから先ほども言ったようにね、いくら自家製麺やったってね、朝打って置いとったらね、麺が劣化してしまうから、自家製麺のあんまり意味はないんです、その辺ね、私も実は以前からずっとうどん店ね、もう十何年、20年近くやって感じてるのは、だから私がうどん店やった時はね、横に製麺機置いてね、常に打ち立てを入れて、これをもう欠かさずやってた、そしたら麺質がね、もう全然違って、置いたね、打ってから置いてる麺質と打ち立てとはもう全然別格で、ということでですね、で多分ねこの辺は多くのうどん店やってる経営者の方はほとんど気が付いてないことだと思います。その時間経過で麺がこんなに変わってくるかいうのはね、ほとんど気が付いてないと思う。で今日ねこのセミナーを聞いていただいている方ね、ぜひ山椒の玉鋼を取っていただいたら、一片食で食べていただいたらね、もう一発で違い分かります。
こんなうどんが仕入れ面でできるんかというのはね、はい、あの実際にそんなうどんができます、納得のね、うどんですね、それでね、それをね、今自家製麺で、ね、お店やってたんだったらね、あの私が、ね、言いたいのはね、あのそれを、ね、自家製麺は自家製麺でやられるんだったらやられてね、うんうん、お土産でこれね、玉金をどんどん売ったら、ね、うん、もう今世の中である一般的な半南麺のレベルとは全く別物です、はい、そうですね、うん、お土産麺としてお客さん喜んでくださいますしね、うん、またお店の定着になって、お客様の定着になっていきますかしね、うんうん、だからぜひね、あのお店を大成功させるためにも、ね、はい、ぜひやられたらいいなというのをお勧めしたいですね、はい、またあの詳しい資料であったり、あのお問い合わせ先、この後あのメールでご案内させていただきますので、お気軽にご連絡いただけたらなと思います、うん、はい、うん、で特にね、私も昔からね、うどん店やってるお客さんにはね、あの三種のうどん使ってね、PB プライベートブランドでね、うん、はい、お客さんのプライベートブランドでね、うん、お土産麺やったらいいですよと、うん、これやることによってね、例えばね、あの1日に、ね、あの1万売り上げ上がったとしてね、はい、1万円売り上げ上がったとしたら ね、うん、ね、お土産麺やってたら約半分が利益ですね、はい、そうですね、うん、はい、それ一生懸命やって、うん、1日に2万円売れるようになったら、ね、うん、1万円が利益です、はい、これはね、本当に大きいね、うん、あの数字になってきます、うん、だからこういうことを聞いてもね、うん、熱心にやる方、ね、は非常に成功してる、うんうん、だからそういうふうな、ね、面白い方法、これからは今までだけのね、イートインだけに頼らない、うん、テイクアウトとか、ね、うん、デリバリーとかもうありとあらゆる方法、それから例えば、ね、レストランビジネスで面白いことをやってる人はね、あのまあ、うどん店なんかではちょっと難しいと思うんだけど、レストランなんかだとね、例えば中華の店なんかだとね、うん、包丁を販売したりとか、おお、うん、包丁ですか、うん、包丁、中華で使うね、料理包丁、はい、うん、販売したりとかね、あるいはね、うん、書籍を販売する、本書いて、そのシェフが本書いてね、これはよくあるんです。で本を書くことによってね、お店の値打ちが上がってね、うん、そうですね、うん、もっとお客さん来るようになる、うん、あるいはね、あの非常に過去やったんで面白い事例はね、うん、このいいレストランだったらね、例えばフランスの大統領にね、読んで、ね、隣の席をね、はい、何百万かで売ってあげると、はあ、すごいですねそれ、うんうん、まあ、次元がすごいですけど、なんか、うんうんうん、はい、ね、だからそこまでいかなくても、もう今からはね、そういったいろんな工夫で、ね、うん、いろんな売り上げを耐えていく、なるほど、特別なならではのでですね、うん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 、だからそういうふうなことを、ね、はい、もっともっと皆さん思い切りやったらいいんです、うん、そうですね、うんうんうん、ね、あの方法はいくらでもあります、うん、でね、それともう一つね、皆さんにお伝えしたいのがね、今度7月4日の日にね、本社でイベントやります、うん、ここでね、うん、ちょっと盛大なイベントをやる予定です、でその時のテーマがね、はい、あの上手な継承、上手な継承、うんうん、今ね、時代背景と、時代背景ですね、はい、もう廃業されようという方は結構いる、そうですね、で後継ぎの方がいらっしゃらないとか、うんうんうん、あるいはその誰かにほら継がせたい、うん、子供を継がせたいとか、そんな人結構いる、そうですね、うん、でそれをいかにうまくやるか、うんうん、ね、いかに上手にやるか、それについてね、ちょっと詳しく話していく、なるほど、うんうん、でそのね、一つ目、継承をうまくやるために、ね、うん、準備段階として一番重要なものは、うん、大林さん、何だと思います？何ですか、うん、ね、大林さん、大事なこと、ね、うん、知らないでしょ、この、うん、分からないです、うん、一番、ね、重要なこと、はい、
何でしょうか。お店を利益体質にしておくこと。あ、確かに不在だったら引き継げないですもんね。うんうんうん、でね、それも、ね、ある程度年齢の方だったら短期間でもうやらないかん。うんうんうん、利益対策をする、それの、ね、方法を教えします、うん、利益対策をする、ね、はい、方法をね、7月4日のオンライン、セミナーオンラインとね、はい、両方やります、うんうん、この本社と、うん、ぜひ聞かないとですね、うん、だからまずね、手っ取り早くね利益対策、うん、でね、これ結構ね、先ほどのほら、お客さんね、4軒も4軒やって、はい、そこのお客さんとこもね、私もね、もっと利益上げたいというんでね、うん、いっぺん4軒分のね、はい、全部データ見せてもらった、うん、で面白いこと分かった。あ、なるほどですか、うん、材料費をかけてる店ほど利益が高かった。あ、なるほど、うん、どれぐらいの割合だったんですか。うん、ちょっと正確な数字は覚えてないけどね、うん、原材料比率が 38% か 35% か、ね、30何%、いろいろあってね、うん、原材料比率が一番高い店ほどね、うん、一番利益が出た。なるほど、うん、でね、それを見てね、だから普段もその経営者のことを見てるんだけど、うん、ね、そういった目で見てないから見過ごしてしまってね、うん、これだったらね、あんたね、ここ一番利益出とるから、うん、これに合わせてやったら利益一番出やすいよと、このぐらいは利益アップするよと、もう一歩でよかったの、うんね、なるほど、うん、だから今お店やってたら、ね、うん、年間の、ね、帳簿を持ってきてもらってね、はい、そしてどういうふうにしたらどういうふうに利益が出るかいうのを、ね、ちょっと判断させてもらいます、うん、はい、なるほど、うん、もうね、これね、帳簿のところまで、見てもらえるんですね、うんうんうん、ということでね、はい、最後に聞いてもいいですか。どうぞ。山椒の麺すごい美味しいので、うん、仕入れ麺でもいいかなって思ってきてしまったんですけど、うん、今日のまとめとして自家製麺と仕入れ麺どっちがいいんでしょう。うんうん、うん、まあ、ね、要するにどちらがいいかいうよりもね、はい、ね、原理原則を分かってきちっとやってね、打ち立てを提供することができたらね、当然自家製麺、ね、うん、もいいかもわからない、うんうん、でそれができないんだったらね、山椒の仕入れ麺、これは結構効果あります、うんうん、要するにどちらにしてもね、麺作りしっかりその原麺、美味しい麺作りの原理原則を理解して、それをマスターしてちゃんとやること、はい、うん、なるほど、うんうんうん、うん、はい、よろしいですか。はい、あしかりさん、はい、ありがとうございます、うんうん、はい、では、今日もね、最後まで皆さんね、はい、ご清聴ありがとうございます。ありがとうございました、また来週お会いします。はい、ありがとうございます。